どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はずっと家にこもって家でできる、パソコンの作業をしております。でこうやって作業しながら、いやドラちゃん今日もいい天気だね、ドラちゃんお腹空いてないとかって、話しかけてるんですけど、話しかけてるたんびにですね、あー俺やばいな、寂しいなみたいな風に思っちゃったりして、で今日はですね、ちょっと視聴者の方から面白い質問というか、僕がですね、あその角度で考えたことなかったなっていう風な、ことをですね質問いただきましたので、今回ですねその質問に対して回答していくっていう動画にしたいと思います。はい、でその質問がこちらです。みかんこたつさん、質問です。仕事風景でパソコンを使うとき、マウスありませんが仕事効率どうでしょうか。ないと仕事できない派なんですが、ないことが慣れるとなくてもあっても変わらないっていう感じなのでしょうか。あと時短5分でできる代わりに物が増える場合、時短を取るか物を増やすか、どちらを取りますか、ということでご質問ありがとうございます。他にもですね、コメントとかその質問僕全部見てて本当にありがたいんですけども、今回の質問を見た時にですね、ちょっとパッと指が止まりまして、あれそういえば自分どうしてるんだろうって気になっちゃってですね、でなんかよく気になって夜も眠れないとかってあるじゃないですか、そんな感じでですね、僕はちょっと気になって朝も起きれませんでした。はい、そういうちょっとつまらない冗談を置いといて、じゃあ早速ですね、考えていきたいんですけども、これがですね今の僕のパソコン周りになります。パソコン1台と Wi-Fi ルーターとスマホ、基本的にこういうセットアップ、これはちょっと単純に充電してるだけですけども、基本的にこうパソコン1台で、作業をしています。でマウスないんですかっていうことなんですけど、今はマウスを使ってません。こんな感じでトラックパッド上で指を動かして、マウスを動かして作業をしています。前はですねマウスを持ってちゃんと作業をしてました。なんですけど1回目の断捨離の時に思いっきりバーンと捨てて、その時にマウスも断捨離しました。でその後ですね、買わずにパソコン何台か変えてるんですけど、当時持っていたパソコンのそのトラックパッドをこうガーって動かしてる時に、やっぱ初めは大変でした。初めはなんかちょっとめんどくさいなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりそれも慣れでして、今はこのパソコン上とこのトラックパッド一つ動かせば、もうある程度作業はサクサクというふうにできます。でむしろ今感じているのがですね、こうやってキーボードパタパタってやって、マウスでこうやって動かすよりも、キーボードパタパタってやってストラックパッドをススって動かした方が、指の動きがですね少なくて済みます。なのでキーボードを打ってこのトラックパッドをかーってやるのか、キーボードを打って指にこう持っていくのかっていう、この動作の違いが、地味にですね僕の場合はでかいかなというふうに感じています、最近ですけど。なので実家に帰った時に実家のパソコンを使うんですけど、その時はマウスがあります。なのでこうやって打って、せっかくマウスあるならって言ってマウスに手を持っていくんですけど、なんかその動作がキーボードからマウスにこう移していく動作がなんかめんどくさく感じちゃうんですよね、なので僕は今はマウスはもう特に買うつもりはないです。であとはそのパソコンを使ってどういう作業をするのかっていうことによると思います。デザインとかそっちの方をメインにしている方、デザインですとか設計をメインにしている方っていうのは結構マウスを多用されるかもしれません。でも僕みたいにこう取引先と連絡したりとか、コンサル生さんと連絡したり、メルマガを書いたりするっていうことがメインの場合はですね、結構キーボードを常に打っている感じなので、そのキーボードの近くにあるトラックパッドっていうのが意外と便利だったりします。動画編集に関しては今僕トラックパッドでやってるんですけど、もしかしたらマウスを使った方が格段に早いかもしれません。でもそのトラックパッドを使っていてイライラするってことはないので、まだしばらくトラックパッドで動画編集はやるつもりです。でこれは結構仕事をする環境にもよるかもしれないんですけども、僕はですねカフェで仕事だったり作業をすることが多いです。でカフェにあるテーブルって大体こんな感じで狭いことが多いです。でなのでこうマウスを取り出してマウスを置くスペースがですね結構ないパターンが多いので、僕はですねパソコン1台でトラックパッドに慣れておいた方が、どんなテーブルであってもどんな狭さでも、なんなら膝の上でもパソコン作業を楽々できるので、トラックパッドに慣れておいた方が僕の場合はいいかなというふうに思ってます。とは言っても、もしかしたらマウスを使った方が時間短縮になる可能性も全然ありますので、そこら辺はですね今度試していきたいなというふうに思います。なんですけどここでですね、僕がマウスをこう持った時のことを考えると、なんか物増えるしなっていうふうに思っちゃうんですね。なので時間短縮を取るか、物が少ないスッキリとした状況を取るかって言われたら、僕は今ですね 50-50 です。
で、ここまで見たあなたはですね、あ、ショッピンさんは物を増やさない、時間短縮よりも物を増やさないことの方が優先順位が高いのかなっていうふうに思うと思うんですけども、僕ですね、時間短縮のために物を増やした例もあります。それがですね、こちらです。ちょっと電気つけましょう。はい、こちらの懸垂バーです。買わなくても公園、ちょっとなんかそこら辺の公園に行って、なんか鉄棒で、ちょっとこう懸垂とかってできるかなというふうに思ったんですけども、それ行く時間よりも家に置いた方が圧倒的に時間短縮になるので、僕はですね、この家に懸垂マシンをちょっと増やしたっていうことなんです。そう、なので僕はですね、時間短縮を優先しているのか、物を増やさないことを優先しているのかって言われると 50-50 です。はい、要するに中途半端ってことです。まあ、でもあなたはどう思いますか。こう、時間短縮のためなら物を増やしていいと思うのか、いや、それとも時間短縮しなくてもいいから今の物がないことを身軽にして、こう、そっちに慣れた方がいいと思うのか、ちょっとあなたの考えを聞かせてください。僕もちょっと今中途半端なので、ちょっといろんな方の意見聞きたいです。はい、ということで、いかがだったでしょうか。僕自身ですね、その物を減らせば総合的な時間の短縮になるっていうふうに思ってたんです。例えば物を減らすことで仕事にスムーズに入れて、その仕事も集中できるようになって、結局その仕事の効率も上がって時間短縮につながるっていうふうに思っていたんですけども、でも今回みたいにその物を増やすことで時間短縮につながる道具も、まあ確かにあるわけなんで、まあ、例えば今回言ったこう懸垂マシンですとか、あと洗濯機なんかもですね、それが1個、まあ増えちゃうかもしれませんけども、洗濯機があることによって洗濯する時間が短縮されるっていうことはあるかもしれません。そう、正直そこら辺はちょっと無意識にやっていたというか、ちょっとしたなんか偏見とかもあったと思うんですけど、はい、そこはですね、ちょっとあなたの意見をちょっと聞きながら、今後のですね、活動をちょっと考えていきたいと思いますので、なので今回ですね、ちょっとあなたが時間短縮のためなら物を増やすのか、時間短縮につながると分かっていても、その物を増やさずに今あるリソースで慣れて時間短縮を目指していくのか、そこをですね、ちょっと意見だったり感想だったりとかお聞かせいただければ、すごく嬉しいです。はい、ということで、みかんこたつさん、面白い質問ありがとうございました。他にもですね、こう質問だったり感想だったり、本当に簡単なことでいいので、コメントいただけたらすごく励みになりますので、はい、よろしくお願いいたします。で、もし今回の動画がですね、ちょっとでも面白かったで参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、じゃあ今回も動画をご覧いただきありがとうございました。またしゃー。